ライライチューチューポケカニム中、どうもライチョミカワです。ナナプルです。はい、いよいよ発売が迫ってきている豪華拡張パックダークファンタズマですが、今日もポケカチャンネルから新カードの初公開をやっていきます。はい。しかも今日はレアリティレアのサポートを1枚公開しつつ、もう一種は悪ポケモンを公開していきたいと思います。はい、では早速サポートを見ていきます。こちらです。ウォロ、ウォロさんあのポケモンレジェンズアルセウスの公式サイトの登場人物のところにいるウォロさんの姿と違いますね。そうだね、アルセウスっぽい髪型だったりお洋服だったりね、しますね、しますね。効果は自分のベンチのポケモン部位を1匹選んで、そのポケモンとついている全てのカードをトラッシュします。はい、まあ、このカードね、強い使い道としては、特性を使い終わって特に技を使う予定もないようなネオランツ部位とかクロバット部位をトラッシュすることで、ベンチのスペースを空けれたり、後で倒されるかもしれないというリスクをなくせるところにあります。特にバトルの終盤では相手のボスの指令で HP が低めなポケモン部位であるネオラント部位やクロバット部位を呼ばれて倒されて負けということも多いので、それを事前に防いでおけるっていうのが嬉しいポイントですね。特性を使ったポケモン部位以外にも、ダメージを受けていて倒れそうなポケモン VMAX などをトラッシュできると、サイドを3枚取られるリスクを回避しつつ、相手が与えてきた技のダメージを、実質ねなかったことかのようにできたりもするので、そういう使い方も強いです。次の番相手にサイドを取られないようにとか負けないようにするためのウォロって感じで強く使える場面も結構あると思うので、入手しておきたいサポートですね。続いて紹介する悪ポケモン、こちらになっております。ミカルゲ。ミカルゲは悪タイプの種ポケモンで HP が60です。特性の呪いのことづけが、このポケモンが相手のポケモンから技のダメージを受けて気絶したとき、自分の山札から好きなカードを1枚選んで手札に加えます。そして技が悪2個の人玉連鎖10ダメージで、自分のトラッシュにあるミカルゲの枚数かける60ダメージ追加です。まず特性によって好きなカードを手札に加えられるので、バトル場に出してアタッカーとして運用する上で強みがありますね。技はトラッシュのミカルゲの枚数を参照するということで、最初はねトラッシュにあんまりミカルゲがいってないと1枚しかなくて70ダメージみたいなところから始まるかもしれないんですけど、そのミカルゲが技のダメージを受けて倒されれば、特性で好きなカードを持ってこれるし、ミカルゲがトラッシュに行くので次に使うミカルゲの技のダメージは上がっていきます。で最終的にトラッシュにミカルゲが3枚あれば190ダメージ出せる技になっていて、こだわりベルトをつければ220ダメージを目指せるというため非常に強力です。でもし4匹目のミカルゲが技のダメージで気絶してトラッシュに行っちゃった場合は、レスキューキャリーとかクララを持ってきて次の場ミカルゲを回収してまた技の準備をすることができそうで、毎晩190ダメージを出すミカルゲを用意し続けるってこともできるかもしれません、エネルギーがね2個必要ですが、ダークパッチや火花を使えるとスムーズに攻めに転じられそうですね。基本的には人玉連鎖のミカルゲをたくさん入れても強いんですけど、他に強みがある別のミカルゲを採用して適した状況で使い分けれるようにするっていうのもおすすめです。例えば技猛者の叫びを持つミカルゲは、相手のトラッシュのポケモンが多い状況であればたくさんのダメ感をばらまいて相手ポケモンを一気に何匹も倒せるかもしれません。でトラッシュにポケモンがいることで強く使えるミノマダムのデッキとかマッドパーティーデッキとか、あとは特性幻影変幻のゾロワークを使うデッキに対しては有効なダメージ源にもなりますし、相手の動きを弱める対策カードとしても活躍します。人玉連鎖のミカルゲデッキを組む際にはぜひいろいろ検討してみていただければと思います。はい、というわけで本日のカード紹介は以上です。はい、明日以降ポケカチャンネルではダークファンタズマの新カードを使った対戦動画もね、いろいろと上げていきたいと思ってますので、ぜひチャンネル登録してチェックしてください。高評価もお願いします。それでは皆さんまた次回、バイバイ。